ハンス・リーシェはドイツの陸上競技選手である。1912年に開催されたストックホルムオリンピックの総高跳びで銀メダルを獲得した。ストックホルムオリンピックの総高跳び競技は10の国から37名の選手が出場して1912年7月7日、7月8日の両日に実施された。予選でシェはての試に成功して、 翌日の決勝に進んだ。決勝では予選通過基準の1メートル83センチの跳躍に成功した11名の選手がメダルを競い合った。リーシェは当時のオリンピック新記録に相当する1メートル91センチの跳躍に2回前で成功したが、1メートル93センチの跳躍には3回とも失敗した。アメリカ代表のアルマリチャーズが この高さを1回で成功して、金メダルを獲得し、リー・シェは銀メダルを得ることになった。その後、1979年に、当時の西ベルリンで指揮をしている。アスレチックス・アット・ザ・1912ストックホルム・サマー・ゲームズ・メンズハイジャンプ・クオリファイング・ラウンド2011年5月14日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1912ストックホルム・サマー・ゲームズ メンズハイジャンプ2011年5月14日、閲覧。ありがとうございます。